さあ、今日は岩隈久志さんに来てもらいました。岩隈、久しぶりです。久しぶりです。お疲れさんでした。ありがとうございます。大変だった、最後はね。そうですね。うん、どこを故障してたの？まあ、もう最後ずっと肩ですね。肩ですよね。はい、肩で。うん、そうだね。なんか最後は紅白戦で投げた時にもなんかカクッときて。そうです、もう脱臼して。脱臼してね。もうそこで戦死したような感じ。もうそれで、まあ諦めちゃったっていう。そうですね。ことだね。はい。まあ巨人で結局一軍のマウンド立てなかったけど、あの2年間はまあすごい勉強になったんじゃないの？そうですね、うん、はい、やっぱりこうアメリカとは違ってまた日本戻ってきての、はいはい、でまたジャイアンツというチームのその中で入っての、うん、こう2年間を自分の中でもしっかりこういろんなものを吸収しながら過ごして、ね、でその中でも若手の選手に対してのアドバイスっていうのはもうどんどんもう惜しみなくやらせてもらって、うん、また後輩たちもどんどんこう聞いてきてくれてたので。あ、まあ、じゃあファームでやっぱりいろんな選手と、まあ、話したわけだ。そうですね。その時にね、はい、どんな話してたの？やっぱり一つ吸収だとかコントロール、うん、はやっぱりすごく若手の子たちがすごく聞いてきたので、まあまあ、まずはその確かにバランスの作り方とか、うんうん、そこから入っていってっていうような感じで、うん、まあ一つ一つ細かくこう教えていくっていうのをやらせてもらいました。マリナーズで7年やったか7年間、はい、7年やってね、はい、で、まあ、それから日本に帰ってくる時に、まあ、ジャイアンツ、はい、これはやっぱりあれかな、WBC で、はい、原監督の下で、そうですね、一緒に金メダル取った、はい、あれがやっぱり一つ大きいから大きかったですね、うん、そしてまあもう本当に一番最初にもう原監督から直接、はい、電話をいただいたので。原監督はやっぱその辺すごいよね。そうですね、うん、やっぱなんかこう魅力のある監督だよね。そうですね、うん、はい、なかなかねそういう人少なくなっちゃったな。あ、うん、今そう思う。昔の方がすごく個性的な人いっぱいいたような印象があってね。今なんかこう、まあ、あまりにも周りに気を使いすぎて個性がなくなってるような感じがしすぎてね、あ、原っていう監督はまだすごいものを持ってるもんね。そうですね、はい、それで最後、まあ、結局マウンドには立てなかったけど、うん、引退セレモニーもしてもらえて、はい、そうですね、もう本当に、ね、あれ11月の7日、はい、11月7日の日に、はい、うん、歌ちゃんはじめ、はい、子供たち3人ね、えどうでしたか、あの辺りは。いやー、やっぱりすごく感動しましたし、うん、まあ、子供たちもこう本当にちっちゃい頃からこうずっと野球を見てきて、うん、で最後、まあ、あれだけ大きくなってでもこう、うん、パパって形でこう、うん、最後ありがとうって気持ちで、うん、迎えられたので、すごくやっぱ嬉しかったですね。そうです、はい、まあ、ジャイアンツの 2年は、まあ、本当に戦力としてはね、うん、働けなかったけども、はい、それまでの成績見たらすごいね。改めてね、今日ちょっとね、はい、見たの、はい、そしたらね、そんなに強いチームでやってないよ、近鉄、はい、で、めちゃくちゃ弱かった楽天ね、で、まあ、マリナーズ、はい、で、合わせて勝負率がすごいね、170勝ぐらいして108敗かな。あ、そうですね、はい、そうでしょ、ね、だからもうすごい勝率で勝ってんだなと思ってね。僕で、メジャーの防御率も素晴らしいしね。ありがとうございます。いや、改めてすごいピッチャーだったんだなと思って。いや、なんか僕も振り返ってみて、なんかこれだけのなんか170勝ぐらいは自分でも分かってたんですけども、うんうん、でもやっぱこうやって振り返ると、うん、ここまでやってきたんだなとか、すごいわ思いましたね。いやいや、すごかったわ。メジャーでも毎年勝ち越してたでしょ。そうです、はい、ねえ、あれだけ勝ち越せるピッチャーそういないよ。それも防御率いいしね。下世話ですけど、僕は下世話の話が好きなんだけど、一番最高年俸の時はメジャーでどれぐらい？最高はでも14、15億。あ、じゃあ、はいはい、ウィキペディアっぽいのに載ってるのと大体一緒だね。あ、一緒です、はい、一緒だ。もっとあるかなと思ってたんですけど、まあでもね、岩隈と、まあ、僕でってなるとどうしても楽天の話になるんだけど、うん、はい、楽天のね、1年目2005年、はい、近鉄がまあなくなると、はい、そしてオリックスの方にね、まあ、吸収されるみたいな感じで。そうですね、吸収だって。あの時に、まあ、普通で言うと岩隈はもう当然オリックスに行くんだろうなという気持ちでいたんだけども、もう頑固に行かなかったでしょ。はい、あの辺のね、なんで行かなかったかっていうのをちょっとまず聞いてみたいな。だからもう純粋に、うん、まあ、新しく新規参入される球団で、うん、
新たな気持ちでやりたかったっていうのがもう、もう一番の理由で、うん、でやっぱりその例えば近鉄が、うん、まあ、買収っていう話ならば、うん、まあ、例えば今の楽天が買収しますっていう話だったらば、うん、まあ、それが仙台移ってでも、はい、同じチームメイトとやるわけですから、ね、全然そこはもう何もあれもなくやってたと思うんですけども、なんか九州合併で、ね、一緒にやってた先輩方で後輩とかもこうバラバラになって、うん、でこの人がプロスペクトこうやるプロテクトされてるされてる、されてない人はいない、こっちとしたなんか複雑なルールで吸収されるオリックスのその球団でやる、やりたいっていう気持ちにはちょっとなれなくて、そうか、やっぱりその新規参入球団でもうその強い弱いとか関係なしにもう新たな気持ちで挑戦したいっていうのはあったですね。あの時はあのオリックスのまあ、あのフロントの人たちと、はい、例えば僕とか楽天のね、はい、代表とか、うん、5人ずつぐらいかな、プロテクト、まずあれ25人プロテクトじゃなかったかな、そうですね、ね、だから近鉄とオリックスの、まあ、一番いいだろうって言われてる25人をまずオリックスが取って、はい、で26番目からの20人これをまあ楽天が取れるっていうシステムだったね、はい、だからもう25人なんてねこう最初から決まってるはずなのになかなか言ってこなくてね、1時間半ぐらい待たされた、これいいよ、なんか嫌な感じだったんだよねそれであのその後20人こっちが取って、でその後の下の20人をまたオリックスが取って、でそのもう一つ下の20人をまた楽天が取ったって、だからあの時はその言ったら26番目からの20人とそのまた下の20人を向こう、その下の20人をこっち、だ かなりね、うん、厳しいスタッフでしたよ。でそこに、まあ、まあ岩隈向こう行かなかったんで、これはもう僕はありがたかったんだけど、でもまあオリックスからすればね、当然岩隈欲しいと、うん、いうことで義理のお父さんあの平橋、はいはい、あの時僕はあの平橋がちょうど西武を辞める時だったんで、うん、ちょうど日本シリーズの時かな、あの平橋ちょうどいて、でもう楽天のコーチ来てもらいたいなと思ったんでね、お願いしたんだけど、広橋から、いや今日もまたオリックスと話あります、今日もありますって、あれ7回か8回あったんじゃない、あ、ね、そうですね、多かったですねで多分僕は思うんだけど、あの条件面だけで言うとオリックスの方が良かったんじゃない、そうですね、だよね、はいはい、なんか他の人はその条件は一緒じゃないのかって言ってるような人もいたけど、俺ってかなり違うと思ったの、うんうん、それでもやっぱりオリックスに行きたくなかったの、行きたくなかったですね、やっぱり、うん、もう本当に新たな気持ちで、どうせならそういうふうに勝負していきたいなっていうのは思いましたね、そうなんだ、あの時あの平橋君に、お前広橋に気遣ってんじゃないのって言ってね、あお父さんこっちだから気を使ってんじゃないのなんて言ってねでもお父さんはもう本当に自分のやっぱり持った気持ちの方向を進んで、そうそう、やるといいってことは、まあ、もう本当に言ってもらってたので、そうそう、いや僕も平橋にはそう言ったの、うん、あの気を使ってるかもわからんから、あの自分が行きたいとこ行ったらいいよって、うん、広橋はもう能力あるから僕頼んでるコーチなんでって言ってね、うんうん、言ってたんでね、もうその辺はもう好きなとこへ行ってほしいと思ってたんだけど、まあ、残ってくれたのはありがたかった本当に。それからあの、まあ、2005年いろいろありましたね、あの時はもうだってさ、もうオフそんなまともな練習できてなかったでしょ、ああそうですね、できなかったですね、ねえ、それですぐ公式戦って言われたけど、キャンプ地はまあぐちゃぐちゃなのだしね、それでオープン戦も地元の球場まだ出来上がってないから、はい、もうジプシーのようにね、もう相手チームのところばっかりと点々と行くっていうようなな、だから本当にまともな練習できない中での2005年だったからね、うん、みんな大変だったと思うわ、あの1年どうでした、やってみて、いやー、いや振り返ればすごく大変でした、大変だったよね、もう本当にこうチームの負け癖がついてしまうというか、うん、そう、あの2勝5敗ペースだからね7試合して2勝勝つパターンだからね、そうでしたね、うん、なんとかこう自分らでもこう切り替えて、うん、よしまた次だと思ってやって、うん、こう僕は先発だったので、はい、まあ、1週間に1度であってもこうチームを応援しながらっていうふうに、はい、やってましたけど、やっぱりこうなかなかそのメンタル部分を常によしよし行くぞ行くぞっていうのはやっぱり厳しい部分もありましたね、はいはい、やっぱり今日も負けるかもっていうようなやっぱ気持ちにはやっぱなったりしましたね、そうだね、でも僕は監督として今日岩隈が投げるんだ今日のゲームはいいわと思ってね
もうそれ以外の時にやっぱり先発ローテーションで投げてたピッチャーほとんどいなかったからね、うん、そうですね、うん、だからもうなんとか誰か投げてもらって僕はもう負けるのはしょうがないと思ってたけど、うん、せめて5回ぐらいまであのゲームにしたいなっていう、うん、だからもうそれぐらいのレベルでしか考えきれなかったんだよね。あ、それでまあ終わったけども弱かったけど僕自身はすごいね、活気があって、うん、なかなか面白いチームだったなと思うんだけど、プレイヤーとしてはどうでしたか？いや、面白かったです。面白かったよね。はい、先輩とかやっぱり若手と、うん、まあ本当にこう、むしろベテランもすごく多かったので、そうだよ。そういう先輩たちがまたこう、うん、いろんなことも教えてくれたりとかしてくれてたので、まあそういった意味でもこう負けてはいたけども、うん、すごくこう楽しかった部分がたくさんありました。はい。